車屋さん曰く、ひび割れがしてるので、こうなったら変えた方がいいみたいです。この車買って5年ぐらいになりますが、未だにタイヤを変えたことがなかったです。そういえばタイヤ変えた方がいいって言われて1年ぐらい経った気がします。パンクする前にタイヤを変えた方がいいと思います。かっこいいフォードのトラック、かっけー、でけー。タイヤを変えにディスカウントタイヤに来ました。さあタイヤはいくらなのでしょう。店内はこんな感じになっております。タイヤをみんなせかせかと変えております。タイヤは何これ、6年でも交換しなきゃ、もう10年になったらもうやばいらしい。And then what year is that Audi? 2019. Seems the wider the speed it gets. Yes. This is expensive. かっちゃんがこのジャケット丈が短いって言うから、私がもう着てます。Did you guys want to pay for it now or after?No. Okay, now? Yeah. It's $736 and $17. I'm just kidding. Sorry. $736. Tire 4本で。タイヤがすっごいパンクしてた、あれ。やっほー、まなみです。今日はかっちゃんのアウディの車のタイヤを交換しにディスカウントタイヤに来ました。車を買ってから5年ぐらい経つんですけど、一回もタイヤ交換したことなくて、空気を入れ行くたんびにそろそろタイヤを交換した方がいいと言われてたんですが、一向に交換せず今となってしまいました。そしたらかっちゃんのアウディのディスプレイからロープレッシャーみたいな表示が出てきたので、ちょっといろいろと心配になったので、もうそろそろタイヤを交換しようということでタイヤを交換しに来てます。そして私の誕生日の次の日に、自分が乗ってた車のボンネットからめちゃくちゃ煙がもうボコボコって出てきて、やべえと思って、ちょうど信号待ちだったからその場でもう止まってしまいました。本当は右側に寄せた方がいいと思うけど、右にも車いたし、もうめちゃくちゃ煙が前から出てたんで、もうちょっと怖ーと思って車をそこに止めて、その後車の保険でレッカーが呼べるってのを聞いたことあったので、車の保険を使ってレッカーを呼びました。なのでレッカー代はタダでした。でもレッカー来るまでに4時間5時間ぐらいかかりました。そして次の日車屋さんに修理を頼んだら、ラジエーターっていうエンジンを冷却するところかなんかが壊れてたみたいで、それを修理してもらいました。ラジエーターって修理高いみたいで、それも
$700-800近く飛んでいきました、お金が。でもラスベガスに住んでたら車はいるし、ニューヨークとかサンフランシスコに住んでるならめっちゃ交通の便がいいからいらないかなって感じだけど、ちょっとラスベガスにいるとどこ行くにも車が必要になってくるので、もう修理するしかないので修理しました。そして今日のかっちゃんの車のタイヤでも$800近く飛んでいくので、この1週間で$1,600ぐらい飛んでってます。やばいやばいやばい、もう頭が痛くなるね。でももう直すしかないから直します。今日のラスベガスは雨が降っております。さっきちょっと急ブレーキしたらキュキュってなったから、ラスベガスで雨の日運転するのはめちゃくちゃ気をつけた方がいいらしいです。他の州と違ってラスベガスは水はけが悪く、道路にオイルとかガソリンとかがこぼれてたりして、それを雨の日に他の州だと流れると思うんですが、ラスベガスは水はけが悪いので流れずにそのまま道路に滞っちゃうらしいです。それで余計雨の日滑っちゃうらしいので、ラスベガスでは雨の日の運転は気をつけた方がいいと思います。私も前雨の日に右に曲がろうとしたら後輪がキュッてなったことあります。なので本当にラスベガスの運転は雨の日気をつけた方がいいと思います。もうほらこれラスベガスはこうなるの、もう油が雨で浮いてきてる。こういうのが道路中にあったりするから本当気をつけた方がいいみたいです。タイヤの修理するまでもうちょっと時間かかりそうなんで、すぐそこにあるマクドナルドに歩いて向かっております。なんかソフトクリームでも食べようかな。ああマックの店員さんだ。おいおいガラ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 言うてる。雨の日でフィレオフィッシュ。ああ雨の日はフィレオフィッシュが人気なの。ああガラ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 言うてるわ。アメリカのマクドナルドもすごい人気で、マクドナルドの駐車場もこんなにオイルが漏れてます。何頼む？クイックイーツ。何これ？あ、ほらバニラコーンあるでしょ。わかるわ。アイスクリームだけ食べよう。ラージバニラね、思った。かっちゃんは何食べますか？私はサンドイッチミールナゲットミール単品だけとかいけない？あんじゃん。あほら、いや違う、あほらあるじゃん、アイテムオンリーってあるじゃん。ビッグマックかな。ビッグマックでか、ね、ダブルビッグマックってやばくない？これ美味しそう。ベーコンマックダブルとか、すっごい食べるようになったね。だからやっぱ太るんだよね。ねえ、さあ太るわって感じよね。マックソースエクストラ。ポテトで目にしたポジャクした。どうして食べるよポテト。うん、あったら食べちゃう。ああ、アイスと一緒につけて食べれるかも。それって言うけんね。ああ、はい。$9.97。View my order。で、here。お会計は全部で$10.81。コンプリートオーダーを押さなきゃ。ライト、here、クレジット、
こういうので、これは3番を押して本店に、で、この3番を取る。で、お会計はタッチで払える。で、レシートも出てきて終わり。あとは座って待つだけ。ここのマクドナルドは子供が遊ぶスペースもある。日本もたまにあるよね、こういうの。誰かがチキンナゲットのソースをこぼしております。じゃじゃーん、ソフトクリームとポテトとハンバーガーが来ました。ちょうどアウディが修理終わったっぽい。あー持ってかれてる。あーめっちゃ滑ったね、今持ってかれちゃった。はい、Thank you. Did you get a receipt already? Yeah, I have it here. Okay. Thank you. 終わりか、これで。おー、でもめっちゃ綺麗になったタイヤが。何も割れてないし、ピカ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 や、ピカピカタイヤになった。嬉しいね。高かったけど。こんな感じで車のタイヤ交換に行ってきた動画終わりです。バーイ。